では、皆さん、いいですか？用意できましたか？はい、じゃあ行きましょう。それでは、はい。ここに置いといていいかな？いいですよ、いいですよ、ニュース。はい、行きましょう。お願いします。はい。あ、ちょっと、明るく、画面が明るくなって。本当。はい、それでは、行きましょう。はい。はい。もう始まってる。もう始まってますよ。何かでも、白っぽいですね。あ、こっちから始まってる。あ、本当だ。なんか白っぽいです。どうした？これかな？え、これ早い？この始まってんだって。うん。皆さん、こんばんは。あ、こんにちは。あ、冬直りました。はい、じゃあ行きましょう。あ、はい。あ、ハレルヤー。よろしくお願いします。行きましょう。こんにちは、久しぶりです。ナイスです。サリンさんです。子供たちに迎えに行くの。子供たちに迎えに行く。また来週に皆さん会いましょう。はい。ね、ごめんね。はい。お気をつけて。All right. Have a nice day. All right. God bless you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 . Love you. Shalom. レイジさん危ないよ。シオさん、そのはずです。はい、じゃあ出かけましょう。はい、じゃあレイチェルさん、何か昨日の、はい、感想をされて。昨日は楽しかったです。はい、頭痛楽しかったですか？うん。これ、人の迷惑じゃないですか。あ、そうね、じゃあ人が来たら。千葉さん、今日の礼拝はどうでしたか？いや、すごい油注ぎ受けて、映ってないところでもなんか僕こう自然と体が踊り出しちゃいました。イエス様とダンスするような、そういう感じが天国の あり方なのかなっていうのをいつも感じます。そうですね。ウキウキ、油注ぎでウキウキ、今もスキップしたい気分。スキップがもう実際やってますけど。実際。スキップしたね。礼拝の後は特に油注ぎが強いのでね。礼拝の後はそのスキップしたいような気持ちになりますね。アーメン。イーさんどうでしたか？いや、映すんですか？まあ昨日のミニジーレスレインズ楽しかったです。そうですね。まあいろんな方々がこのクリスチャン多いと思います。いろんな悩みを持った方々。でもそういう方々の一致するためにもそういうお祭り騒ぎがいいんではないかなと思われます。それだけです。ちょっとうまくいない。麻生さん。じゃあ、フィリップさん。今日の礼拝も非常に油注ぎが強く楽しめました。皆さん、今週もいい週になりますように。シャローム。ダメー。迷惑になっちゃう。そうですね。キューちゃんいつもこうやっ ていつもこうやってやってる。結構これね、大変ですよ。片手で。なんかせっかくなんでみんなで賛美でもしながら。それはまあ本当はそれぐらいしたいんです。それぐらいしたいんですけど。まだ温度差がある。そうですね。この世と私たちの温度差があって。リバイバルが起これば全員許されるでしょう。そう。リバイバルが起きたら温度差がちょっと縮まるかもしれませんね。
喧嘩してる。今日はあいにく曇りですけれども、まあ、あの雨じゃないので、大丈夫ですね。玉置県の駅のすぐ近くにいつも行くとこなんですけれども、あの桜が綺麗なとこがありますし、だいぶ老木でもう70年か80年老木、あの太くてね。ああ、そういうことです、うん。家の近くは桜は？うちは結構咲いてますよ。咲いてます、うん、結構あります。玉沢の公園とか。玉沢？熊沢公園とか。熊沢公園の。大ベッドみたいな。大丈夫？え？今も大ベッド。あ、でも今から大丈夫。ああ。まあ皆さんのね、あの家の近くにもたくさん桜咲いてると思いますが。あ、あれ、あ、そうです、あそこですね、あそこです、ね、今日人通りが多いですね。あの、はい、多分あの、花見のとこにいるかもしれない、いないかな。近づいてきましたね、いつも行くとこなんですけど、桜が満開だと思いますね。あれこれ、ちょっと切るね。こう渡ります、はい、渡ります。今映ってない。じゃあ渡りますよ。あ、そうそう、ネットの皆さん、あのいつもここにいます。僕たち、あの朝10時ぐらいに大体ここか、はい、横断歩道を渡った向こうにいることもあるんですけど、この場所に来ていただければご案内しますので、ぜひよろしくお願いします。今日はどうでしたか？今日は朝。今日は。ああ、そうですね。ちょっと通りかかる人少なかったですけど、でもあのだんだんこの玉川学園の近所の方たちとも顔なじみになってきた感があって、その町田市民の皆さんに、玉川学園のこの辺の皆さんに、神様の愛が、もうどんどん伝わっていったらいいなって。もそう思いますね。でも優しい方多いですよね。そうですね、優しい方多い。そうだから、うん、きっとそのあの優しさ、愛が、うん、本当にあのイエス様から来てるものなんだっていうことに、うん、みんなが気づきさえすれば、うん、バッと広がっていって、うん、リバイバルも起きやすくなるんじゃないかなっていう感じが。そうですね。何かこう突破口っていうんですかね。ブレイクスルーが必要なんですよね。そうですね。なかなか伝わらない、ね。なんか私たちは福音を知ってるんだけど、福音を伝えるときに、その、どうすれば伝わるのかな。何かこう、何かこう、妨げっていうか、多いっていうか、その福音を、この、見えないようにしてる何かが。どうしてもそれがありますよね。はい。あ、桜のとこ来ましたよ。はい、満開の桜ですね。はい、あ、いいですね。いいですね、満開ですね、はい、満開。
写真撮るぐらいだな、うん、ねえ、いいですね、満開でいいですね。ジャングルジム登ったりとかして、どうやって登ってんの？ジャングルジム持ちながらシーソー乗ったの？まあ結構ね、クリーキでもうだいぶ半分ぐらい枯れてるんですけど、無理ですけど今日は良かった、良かったですね、満開でね。桜注ぎ、あの花吹雪っていうね、花吹雪、花吹雪、知らない、ただの歴史、早く早く早く、僕らはずっと待ってるイエス様と会える日々を。はい、あの今ちょっと思いついてた、桜並木の道の上で手を振りハレルヤと叫ぶよ。どんなに苦しい時もイエス様は笑っているから、くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよ。結構賛美歌にできますね、今の曲も。ちょっと変えれば、はい、情熱の真っ赤な十字架じゃないですけど、わいわい。ニコ生さん見てる？桜はね、あのリバイバルとか天国を表すので、うん、やっぱり桜の花の下にいるっていうだけでね、天国気分になりますよね。やっぱり世の中の人たちはやっぱり天国気分を味わいたいんじゃないですか。あの桜のピンク色ってあのハートマークの赤色っていうかピンク色を連想させます、はいはい、なんか神様の愛が伝わってくるっていうか、ハート型なんですね。ハートマークっていうか、初心者マークっていうか、交通安全おじさん的に緑と黄色ですけど、この花吹雪がね、なんかこうすごく天国地区ですね。その、なんて言うんでしょうかね、毎年同じメッセージなんですけどね、なんか清さも表してるんですよ。なんかこう凛としてますね、こう清さがあるみたいなね。そしてなんて言うんでしょうかね、まあ花があるっていうか、なんかいろんな桜にはいろんな要素がありますね。いや、花は、はい、全て神に向かって咲いているっていう言葉がすごい好きです、ね。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。そうですね、これも全部、この花たちはイエス様の栄光を表してる。そうですよ、ね、そうですよ。だって桜を作ったのは、神様ですからね、人間は改良したかもしれないけども、元は神様が作ったわけですから。桜って改良されてるんですか？あのね、ああ、本当ですか？改良されてると思います。自然のまんまじゃないですか？はい、多分ね、あの山桜みたいなのを改良して、そういう色にしてったっていう。あ、そうなんですね。たどり着いた傑作はその色。へえ。日本人のこの白の中にちょっとピンクが淡く乗ってるっていうのが、何とも言えない春めいていいんじゃないかっていう日本人的感性で、なんかクリスチャン的ですよね、確かに。その大木にわって咲くし、で葉っぱがないでしょ最初ね、最初花だけがパッて、そこにもなんかちょっと独特なものがありますね。まあ確かに桜って葉っぱないですね。あと散ってから、散ってから葉っぱが出る。ほうほうほう。ああって。ハレリアって感じですか。そうですね。ハレリアって咲いた後に
そのしっかりとした葉っぱが、うん、知ってるんだよって地に落ちて塩になってるんですよ。あ地を清めてるんですよ。その淡い色と淡い香り、なんかかすかな香り、これはなんか日本人的な感じがしますね。そうですね。あのなんか強くないみたいなね。そうですね。ドビツイ香水じゃないか。うん。なんかこう、うん、その非常にまあ謙遜みたいな、うん。そうですね。謙遜を表してる、うん。確か桜のこの花びらって、あ花びらというかこの花全体、なんか真ん中から甘い蜜みたいなの出てます。出てるんじゃなかったですか。あそうですか。えそういうのありますか。知らない。あれ蜜。桜じゃなかったかな。あのツツジじゃない？ツツジ。ああツツジもあります、ね。あ桜もあるんですか。え桜え違いましたっけ。蜜が出てない花って少ないんじゃないかな。ああじゃあ桜の。はい桜の一応。なんか小さい頃吸った記憶がある。あ桜？本当？あそう。この桜取って吸ったら怒られますけど。ああ。どうですかこの桜、まあそんなにね、あの大規模じゃないんですけど。こっちはないんですか。ね、あっちも中にもね、入れるとは思うんですけど。大きいガードもいる。学生さん向けだから。一応ね、あそこから学校なので。でもね、今日はね、あの開放してる可能性があるんですけど、でも人がいないからね。開放してるのは知ってもいいです、うん、だからまあこっちだけで十分じゃないですか。そうですね。それはちょっとやめた方がいい。あっち行ってみますか。その辺まで行ってみますか。人が歩く。ゆうちゃん、玉川くんって世田谷から通ってたんですか。あのね、短い時間はそうなんですけど、ほとんどこれ引っ越した。あ、そうだったね、はい、今の教会のところですか。のすぐ近く。あ、そうなんですか。はい、もう映りますか。いや、そんなことないです。そこからね、みんなね。やっぱりこの外出れない方とかね、桜がない方にお見せしたいんです。記念写真撮りたいんですけど。終わってから、ね、終わってから、うん、桜の前ではい。交代で、じゃあ、何撮ってる。ちょっと見ます。やり方わかる。こうして。ちょっと待って。そうそう。写しながらやるんですか。はい。でね、そうそうそう。これ押すだけね。じゃあ皆さん、桜をバックにして、じゃあ、あっちから撮ってくれる？皆さん、こっちこう並んで。桜配信の、記念撮影。あ、桜をバックだから、こうですね。こうですね。で、ラズさん、こっち。ラズさん、この辺。あれ逆。うん
はい、皆さん自分の顔を確保して、それ反対、上下反対にするとやりやすいかもしれない。ね、こうするとやりやすい。こうすると、はい、はい、撮りまーす。はい、はい、ジーザス。落としませんか？落としてない？もう一回押して、もう一回押して。あ、落とした、落とした。もう一枚、もう一枚。タイミング悪い。もう一回、1、2のジーザス。もう一回ねえ、撮れました、あ、ありがとう。じゃあ今度ラウさんを、じゃあラウさんを入れて、はい、これ AU って出てる。あ、そう、じゃあね、あ、あ、はい。はい、じゃあ、チーズ。はい、ジーザース。もう一度、ジーザース。ジーザース。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、記念写真撮りました。記念写真。でもここなら本当に賛美できそうじゃないですか。ああ、できそうですね。歌う歌うぐらいならそんなに迷惑ない。歌いましょうか。じゃあ皆さん知ってる。賛美しよう、救い主イエスに。さあ賛美しよう、救い主イエスに。ホザーナ、讃えよ、賛美しよ、救いの御座。ホザーナ、讃えよ、賛美しよ、救いの御座に。さあ賛美しよ、救い主イエスに。さあ賛美しよ、救い主イエスに。ホザーナ、讃えよ、賛美しよ、救いの御座。ホザーナ、讃えよ、賛美しよ、救いの御座に。アメン、アメン、アメン。あ、じゃあ次あれでいきますか。主は今生きておられる。主イエスは、こんにちは、がため教会の教会でイエス様の賛美です。そうですか、イエス様信じましょう。アメン、アメン。我が罪あがない、旗よりよみがえられた。主は今生きておられる。我がうちにおられる。すべては主の御手にあり。明日も生きよう、主がおられる。もう一回。主イエスは我がため、十字架にかけられ、我が罪あがない、
たかより一緒に帰れられた主は今生きておられる我が家におられる全ては主の御手にあり明日も生きよう主がおられる明日も生きよう主がおられるアメン。あ、素晴らしい、いいですね。これ外でね歌えるっていいですね。いいですよね。ね、アメン。こんにちは。アメン。こんにちは。こんにちは。子供のバカに。あの人の前で私を認めるものは天の地の前で認めると。違う、大丈夫。人の前で私を知ら認めないものは、うん、死の前で私は認めない。うん、認めますかって言われたら認めますけど、何も知らない人に変わらないで認めますよ。まあ確かにね、そのやっぱ愛を持ってね。あ、でもキューちゃんが有名だからいいか。まあ、直接でも会話できなくっても。あの人前でイエス様あって言うだけでね、そう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 、まあ迷惑はかけちゃいけない、ね、大丈夫。そのお父さん、アーメン、アーメン、皆さんアーメン、皆さんアーメン。迷惑かけてないですよね。ねえ、かけてないです。かけてないね、はい、迷惑かけてないです。アーメン。あの、そんなに人に迷惑かけてない。そう、家ないです。そうそうそう、そんなにね、嫌がってる人いない、あの、ね、花見シーズンだから当然だって、どっかの公園行けばみんなね、どんちゃん騒ぎやってるわけですから、だから、お酒飲まないだけマシじゃないですか。そうですね。お酒飲んだらちょっとね、嫌な感じ。そうですね。私たちはですね、普通の人が桜見んのと、私たちが桜見んのと意味が違うんです。また感じるものが違うんですね。あの、その桜の美しさの中に、神様の美しさがあるんです。アメン。あの、神様の性質があるんですね。だから、ただ、ね、ただ桜見ただけで美しいとは思うかもしれないけど、そこで終わっちゃうんです。終わっちゃう。神様、まあ、神様を直接見ることはできなくても、あの、桜を見ることによって、神様の素晴らしさを見ることができると思うんですね。ハレルヤ。だから本当に、本当に素晴らしいと言えるのはクリスチャンじゃないかと思うんですね。皆さんキリストにアーメン。皆さんキリストにアーメンです。アーメン。だって作者が知ってるんですから。多くの人は作者知らないんですから。そうですね。皆さん万歳。万歳。万歳。そしてその桜に意味があるということを知ってるんです。うん、日本のリバイバルとか、ね、天国の意味がある。その意味が分かって初めて桜は美しいじゃないですか、うん、はい、何のために桜がきれいに咲いてるか意味が分かんなかったらその美しさは半減じゃないですか、うん、そうです ね、 ね、天国の意味があってリバイバルの意味があるってことが分かった時何かこうね、その訴えるものが強いんじゃないですか、うん、そして私たちも信仰の花を咲かしてると思うときに、なんかこう、嬉しくないですか？その励まされてるような気になりますね。そうですよね。桜の花と私たちの信仰の花、どっちが美しいですか？比べるものではないです、ね。どうして、どうして。だって信仰の花の方が綺麗じゃないですか。ああ。信仰の花の方が綺麗でしょ、皆さん。
そう思いませんか。もちろん桜も綺麗ですよ。美しいからどうしようと思って。両方美しいです。信仰の花の方がずっと美しくないですか。そうでしょ。ね、例えば植物に比べて動物の方が優れてるでしょ。で、動物に比べて人間は優れてるでしょ。だから動物も植物も綺麗だし可愛いけれど、人間のその信仰の花はね、被造物の中で最高の花じゃないですかね。そうですね。ね、この花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。アメン。世界に一つだけのイエス。ああ。アメン。ここで歌を賛美歌を歌うことによって、はいはい、桜にが信仰の花になる。あ、アメン。アメン。アメン。そうですね。あのイエス様を褒めたたえることが最高の花火だと思いませんか。アメン。アメン。ですよね。アメン。団子を叩いてもしょうがないわけですね。はい、イエス様を叩えることが最高の花火です。団子を叩いてるってことこの団子は素晴らしい。いや、花火より団子って意味なんですよ、ね。ああ、なるほどね。どんちゃん騒ぎよりもね、あの、賛美することが一番、花見にふさわしい。ああ、そうだね。ここで、あの海外でやってるジーザスレインズみたいなことできたらいいなと思います。ああ。どういう、あの、空の下で、屋根のないところで、みんなでいっぱい大勢で集まって、あ、あれパレードなんですね。パレ、パレードして集会やる。パレードして。あ、ごめんなさい。カウント、さっき集合写真。満喫しましたか？もうあのすぐ枯れますから、今のうちよく見て、あの目に焼き付けておいてください。もう目に焼き付けておいてですね、この。天国のね、こう希望を膨らませてね、もう桜のような信仰、ね、桜のような心を持ちたいと思って。知らない知らない信仰だ。ただまた入る。ああ、確かに死にたくないですね。死にたくないです。永遠に咲く、永遠に咲く花です ね、 ですね。私たちは永遠に咲く花です。ずっと咲いて、ずっと春だったらいいの。まあ、天国は永遠の春じゃないですか。アメン。永遠の春。神様はね、あの、本当に天国を教えたいんですよ。天国を知ってほしいわけ。で、こういう綺麗な花を通してね、天国を知ってほしいわけ。見なさい、ね、私が作ったものを通して天国が見えるでしょと言ってる。天の例えですか。そう、天国の例え。そういう意味では日本人は昔から花見してたわけでしょ。日本人は昔からその神様からそういう恵みを受けて、天国の雰囲気をこうやっぱり、天国志向だ、天国志向の民族だ、民族じゃないですかね。で、幸せな民族ですね。でもクリスチャン少ないですね。カラシの木が見に行きたいですね。カラシの木、ああ、大木みたいですね。いや、本当に神様感謝します。アメン。アメン。アメン。ごめんなさい、今の映したわ、本当に目を映しちゃう。違う違う、ちょっと油注ぎが強すぎたかな。あの気が重い。
いや、しょうがないです、それはもう。それはしょうがない。不可抗力だから、しっかりしてください、こっち安全お兄さん。油注ぎ。油注ぎだね。あめ。あめ。倒れると油注ぎやね。この間、礼拝の時倒れたでしょ。どんな感じでした？いや、なんかこう、力が抜けてきて、全く意識なかったわけじゃないんですけど、なんていうかこう、力抜いていいよっていう精霊様の声が聞こえたような感じでした。で、本当に、倒れるっていうか寝転がるっていうような感覚だったんですけど、寝転がっていいんですかって聞いて、いいよって言われて、それで、あ、じゃあちょっと休ませてもらいます。あのね、カリスマ派ではね、ずっと寝てていいんですね。今度倒れた時に起きなくていいですから、ちょっとこうたっぷりですね。ああ、そうするといいんですか。いいんです、いいんです。その方がね、せっかくのあれなので、すぐに、ちょっと無理に起き上がっちゃいます。すぐ起きなくてもいいです、あ、晴れてきましたよ。ちょうどいいですね。少し晴れてきました、ね。神様が私たちのために、そう、なんか祝福してくださってる、ね。ああ、そうですね。ある方の証でね、こう祈るとこう日が差すような、その雲間にね、こう隙間が空いて太陽の光が入るような証よく聞きますよ、ね。あ、僕も何回か聞きました。一人で祈ってると。あ、本当。でも本当不思議ですよ。アメン。ネットの中にもそういう経験されてる方多いんじゃないですかね。いるでしょうね。うん、そういう方がね。アメン、アメン。神様が作った世界なので、その連動してるんですよね。だから神様はこの自然界を支配しているので。イエス様が嵐をやめって言ったら嵐が静まったように、私たちの信仰でこの自然界がですね、言うこと聞くんです。すごいと思いませんか。アーメン、アーメン。本当に怖いものなしで、ね、そうですね、そうですね。自然災害とかそういうのも、もう全部神様が支配して、神の権威、神の力を知るともう怖いものがなくなってくるんですね。悪魔だって神様のに従わなきゃいけないんですけどね、神様に逆らうものは何もないんです。そうですね。じゃあですね、最後に一言ずつファイナルメッセージをして終わりたいと思いますね。じゃあシモンさんからファイナルメッセージ。はい、ハレルヤ、皆さんありがとうございました。リバイバルに向けて一緒に信仰の花を咲かせていきましょう。まだつぼみの段階の方とか、ちょっとだけ咲いてきたかなっていう方とか、まあ兄弟姉妹の中にいろいろいらっしゃると思いますが、みんなで満開になれるように、一緒に賛美して神様に対する思いを一つにして、もう心から神様に、祈り続けて感謝し続けて、歩んでいけたらなって思います。まあ皆さんからもいつも励まして、僕自身励ましていただいていること本当に感謝します。これからも一致していきましょう。ありがとうございました。シャローム、シャローム。シャローム。どれだけ。お久しぶりです。覚えてますか、ライフです。今日はこうやって、まあ、天気がまあちょっと微妙だったんですけど、こうやって晴れてきて、ようやくそのこれからいい花見シーズンがあるんじゃないですか。これからもしお花見に行くことがあったとしても、それは楽しんで楽しんでいいと思うんですけど、それよりも、イエス・キリスト、イエス・キリストだけをとにかく見てみたらどうでしょうか。一定期間の花見にわーわー騒ぐのではなく、これからの人生、生涯、いろいろ細かな点があるかもしれません。そういう時にこそイエス・キリストを信じて、ぜひ教会に行ってくださいませ。自分からは以上です。ありがとうございました。アメン、アメン、アメン。こんにちは。今日はみんなで花見に来ました。皆さんもよかったら、LTL にでもどこの教会にでも行ってみてください。アメン。はい、お願いします。シャローン。今日は花見配信ということで、爆買い中国人です。
桜の花はね、天国の栄光を表すということで、信仰の花はそれよりももっと美しいということを今日牧師さん、ケイちゃん牧師に教わりました。皆さんもこの中で信仰を持たれている方はいらっしゃると思うので、ぜひそういう方はね、さっきシモンさんもおっしゃったように信仰の花をどん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 咲かせていっていただきたいなと思います。私からは以上です。シャロン、アメン。皆さんね、カリスマ派は全て予言的に考えるんです。今私たちは桜を見てるでしょ。アメン、アメン。これは予言的に考えるんです。つまり今私たちは桜を見てることを通して、リバイバルと天国が成就することを予言するんです、ね、もう日本のリバイバルが来る、私たちは天国に行く、その予言的な今時間だということです。ハレルヤ、予言的に見てハレルヤと桜に向かってイエス様感謝しますと言った時に、その予言が成就します。リバイバルが成就します。天国が成就します。信じますか。アメン。ですから今日は本当に嬉しいですね。綺麗な桜を見て私たちの信仰を確かなものにしましょう、ね、それじゃあ皆さんありがとうございました。また明日の朝7時にお会いしましょう。シャロー ン, ローン、ニコ生よろしくお願いします。シャローン、シャローン、シャローン。